装填してもうちょっと近づけてみるか。この距離でやってみる。ちょっと近すぎるか。3、2、1、はいや跳ね返って中に戻ってきた。どうもマホラです。ウッドトリックの 3D パズルアサルトガン USG2 これ作っていきたいと思います。これ木の弾これを飛ばすことができるみたいですね。で大きさも結構大きい感じっぽいん でちゃんとスコープとかもついてね、いろいろと実際撃てるっていうけどどういう風に撃つんだろうなこれな。まあ楽しみですね。やっていきたいと思います。1枚2枚3、4、5、6、7、8、パネル自体は9枚ありますね。9枚プラスでまだあるのかな。9枚、こいつゴムですね。ゴムとローと、まあ、滑りを良くするためのローですね。あとジョイントの串ですねと紙やすりが入ってて、一応こっちにあるパーツは予備パーツですね。壊れた時用にっていう感じで、実際使うのはこの9枚のパネル。
まで来るとまあガンに見えるよねこれね。まあちょっとまだここら辺釘があるから、釘というか芯があるからあんまりできないけど、これ引き金パチッてするとここがロックが解除されてカチンって玉に入るみたいですね。一応ここまだ作ってないけど、玉の入るカートリッジが刺さるみたいな感じになってますね。ちょっと硬いな。ここの部分を引っ張ってロックして、でこの引き金を引くとって感じだね。
しい。まだいけそうだね。あ、でもこれ硬いか。これで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ただこれうまくいってんだけど、これねちょっとねキュッて力入れただけでここがもう動かんくなるんで、戻らんくなるんで。なんでかって言ったら、これこっち側にはそのスペーサーがあるんだけど、こっち側にはそういうスペーサーがないから、ちょっと押されただけでこの入りすぎるみたいな感じになって、両サイド、要はこれゴムで、ゴムの力でこう下がったり上がったりするんだけど、この軸となるところにゴムを刺してる、まあこれのせいっていうか、これでスペーサーをこっちかませないみたいな感じになってるので、こういう風にちょっとしたのこの加減やらんと、こういう風に戻らんだよね。これ説明書にもここをスペーサーかますっていうのはないから、これできればスペーサー入れてほしいよね。これ弾入ってる時はいいのかもしれんけど、これ空の時がなんかの拍子にちょっとキュッてやったら、さっきみたいにこの詰まって動かなくなるから、これなんかないかな、スペーサー的な。予備のパーツでなんか使えそうなのないかな。ゴムが通るところだから、あ、これいいかもしれんね。この丸いやつ。これやってみっか。あんまり変わらんかでもまあ気持ちいい。
うん、これ歪んでるのかな。まあでもあった方がいいかな。とりあえずこれによしとしとこう。ここはペンライトを挿すみたいですね、ここにね。で、ペンライトつけて明かりを灯すみたいな感じ。まあ、ちょっと今ライトないんでね。よし、これでスコープもついて、ライトつけるところもついてって感じで完成しましたね。で、カートリッジを差し込んで、ちょっと全体が映らんけど結構長いね。で、この部分は胸にこう当てる感じ、こう固定してキュッて固定するみたいな感じのクッションみたいなやつですね。だいたいこれで8時間ですね。8時間で完成しました。結構大変だったね。ギアっていうあれではなくて、今回スライド
まあ、ここら辺のあれやつも全部そうだけど、こうスライドさせるタイプ、これの噛み合わせを見るのが結構大変だったのかな今回は。チッチ、これでロックかかってって感じですね。でこいつ、こいつを引いて、これで打てる状態になって、あとは引き金を引けば、これ一応弾が入ってるんで弾が出るはずです。ちょっとどれぐらいの威力かがわからんから、的となるやつちょっと段ボール持ってくるか。とりあえず試し打ち用のために段ボール、普通に配送されてくる段ボールの箱の厚さで、そこまで厚いやつじゃないやつですね。これに向かってちょっと打ってみましょうか。まあゴムなんでね、そんな強力なゴムじゃないからそこまで威力ないと思うんだけど、実際どうなんだろうね。段ボールには段ボール貫通するかな、貫通するんか跳ね返るんかちょっとわからんけど、ちょっと打ってみようか。3、2、1、シャッ。おお、結構音はすごいけど、弾当たった感じの傷とかも特にないんで、うん、あの距離でまあ段ボールが丈夫なのかな。でも音はすごかったね、結構ね。思ってたよりも音は大きかったけど、威力はまあゴムなんでそこまでなかったんかなって感じ。普通の紙だったら貫通するのかな。まあ別にそこまで威力を求めてないからいいんだけど、もう一回やってみっか。装填して、もうちょっと近づけてみるか。この距離でやってみる。ちょっと近すぎるか。3、2、1、あいや跳ね返って中に戻ってきた。やっぱ全然貫通するほどでもないし、傷がつくほどでもないって感じかな。これ弾が反動で戻ってくるぐらいだもんね。